艦名は、升の総称にちなみ命名された。なお、戦没から8年後に、タング級潜水艦4番艦として2代目トラウトが就役している。トラウトは、就役から喪失までの5年間に85本の魚雷を発射し、そのうち32本を命中させている。この積極的な雷撃によってトラウトは23隻の敵船を沈め6隻を損傷させた。撃沈総トン数は87,000トン、損傷を与えた。敵船75,000トンに達した。このほか水上戦闘を経験すること6回と、積極的に戦闘を行い、8回の爆雷攻撃を生き延びた。魚雷の改良以前には、潜水艦隊司令官チャールズ・A・ロックウッド中将を激怒させた魚雷の不良にも泣かされ、発射した魚雷85本のうち5本の目標到達以前の爆発が記録されている。ブラウントラウト河川型ニジマス陸風型、カワマストラウトは1939年8月28日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1940年5月21日にウォルター・B・ウッドソン夫人によって命名、浸水し、11月15日に艦長フランク・ W ・フェノー・ジュニア少佐の指揮下就役する。1941年7月2日、トラウトは、両艦トライトンと共に、ニューヨークに向けて、試運転を行った後、パナマ運河とサンディエゴを経て、太平洋に向かい、8月4日に、真珠湾に到着。その後、トラウトは、第62潜水軍に編入された。11月29日、トラウトは、戦時哨戒の訓練のためミッドウェー島近海に向かった。担当海域では航空機に発見されないよう日中は潜航して哨戒していた。12月7日朝、トラウトは真珠湾攻撃を伝える伝言を受け取った。その夜、トラウトは2隻の駆逐艦がミッドウェー島に砲弾を浴びせるのを観測した。この駆逐艦は潮とさざ波であり、潮、さざ波とトラウトの間は約10マイルも離れていた。トラウトは全速力で潮とさざ波を追ったが、その前に2隻は去っていった。トラウトは戦闘機会がないまま哨戒を続けた。12月20日、トラウトは22日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。1942年1月12日、トラウトは2回目の哨戒で、コレヒドール島に向かった。この哨戒は、日本軍に包囲されつつある。コレヒドール島に3500発の弾薬を輸送する特別任務であった。1月16日にミッドウェー島で給油した後、コレヒドール島に急行した。1月27日、トラウトは北緯25度50分東経139度45分、北緯 25.833 度東経 139.750 度。25.833-139.750 の小笠原諸島近海で、左舷前方に灯火を発見。潜航し、距離1400メートルで魚雷を発射したが、命中しなかった。トラウトは目標まで550メートルに接近し、観測すると、相手はどうやら、駆逐艦であり、トラウトはこれを避けるようにして、航行を続けた。2月3日、夕刻、トラウトは、コレヒドール島沖で出迎えた、魚雷艇 PT-34 の援護を受けて、コレヒドール島南岸の船着き場に到着した。トラウトは託送品の弾薬を陸揚げし、燃料と2本の魚雷を搭載。さらにバラストを求めた。あいにく砂袋もコンクリートの袋も持ち合わせがなかったが、この時、マニュエル・ケソン大統領のフィリピン共和国の通過準備金として用意され、日本軍の手から避難させるべく、フィリピンの銀行12行から持ち出されていた金の延べ棒20トンとペソ銀貨の存在を知り、それらをバラスト代わりに積み込むこととした。延べ棒は紙幣から打艦されたものであり、これらは夜明け前に、証券やメール等と共にトラウトに積み込まれた。一種の宝船と化したトラウトは、哨戒艦の誘導により、日本側が敷設した、機雷原を抜け、南シナ海に出ることに成功。2月10日、トラウトは東、シナ海に入った。その日の午後、トラウトは、キールン沖で、特設運送船中華丸を発見。距離1800メートルから魚雷を発射したが、命中しなかった。トラウトはもう2本発射し、こちらは命中。25分後、トラウトのソナーは、中和丸のボイラーが爆発する音を4つ聴取した。トラウトは、小笠原諸島方面に進路を取ったが、直後に、別の船を、距離2700メートルの位置に発見。2本の魚雷を発射したが、命中しなかった。敵が反撃してきたので、トラウトは一旦深度37メートルに潜った後、潜望鏡深度に戻して3番目の魚雷を目標に向けて発射。トラウトはフルスピードで航行する別の船も確認したが、それを攻撃する機会はなかった。それでもトラウトは200トンの哨戒点を撃沈したと判断された。3月3日、トラウトは50日間の行動を終えて真珠湾に帰島。貴重な積み荷は軽巡洋艦デトロイトに移された。トラウトはこの任務の成功により、艦には主訓部大将が、フェノー艦長には海軍十字章と陸軍から主訓十字章が、そしてトラウトの乗組員全員にはシルバースターがそれぞれ授与された。3月24日、トラウトは3回目の哨戒で日本近海に向かった。トラウトは潮岬と一江崎の間を哨戒。4月9日に、北緯33度24分東経135度30分、北緯 33.400 度東経 135.500 度、33.400、135.500 の地点で2隻の小型貨物船を発見し、それぞれの目標に対して、魚雷1本ずつ発射したが、命中しなかった。翌日には、北緯33度21分東経134度15分、北緯 33.350 度東経 134.250 度、33.350、134.250 の地点で、小型機船に対して、魚雷1本を発射したが、やはり命中しなかった。4月11日には、北緯33度27分東経135度37分、北緯 33.450 度東経 135.617 度、33.450、135.617 の潮岬沖で、海軍徴用タンカー日進丸を発見し、魚雷を2本発射。1本が、船尾に命中したものの、沈没には至らなかった。4月16日から23日までは、同リットル空襲の支援に任じた。4月24日、トラウトは、すさみ沖で1万トンクラスと思われるタンカーを発見し、魚雷を2本発射。魚雷は、タンカー立花丸に命中し、別の貨物船が立花丸に接近するのが見えた。トラウトは魚雷をもう1本発射したが、これは命中しなかった。さらに460メートルにまで接近し、さらに1本発射。命中により、ものすごい爆発が起こったように見え、貨物船は浅瀬の方に向かって航行していた。4日後の4月29日深夜、トラウトは北緯33度10分東経135度20分、北緯 33.167 度東経 135.333 度、33.167、135.333 の地点で1000トンクラスの哨戒艦か、掃海艇。実際には監視船のりひろ丸に対して雷撃。4月30日朝にも、北緯33度24分東経135度30分、北緯 33.400 度東経 135.500 度、33.400、135.500 の地点で、貨物船剣三ヶ丸に対して雷撃を行ったが、命中しなかった。5月2日、トラウトは、柏崎灯台沖で輸送船うやま丸を撃沈。2日後の5月4日には、大大崎沖にて、特設砲艦金剛三丸に対し魚雷を2本発射。最初に発射した魚雷は命中しなかったが、2本目は命中。金剛三丸は瞬時にして沈没した。攻撃後、トラウトは6時間に及ぶ爆雷攻撃を受けたが、被害はなかった。5月17日、トラウトは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰投。この紹介に対して2度目の主訓部大将が授けられた。5月21日、トラウトは4回目の紹介で、ミッドウェー島近海に向かった。トラウトは、第 7.1 任務軍の一環として、日本の攻撃に備えるべく、ミッドウェー島のはるか西南方に配備された。6月4日8時12分、トラウトは後方に日本の戦闘機が飛んでいるのを発見し、潜航。その後、一連の爆発を聞いた。6月9日、トラウトは大きい油膜といくらかの残骸の間を抜けた後、木製のカバーに捕まっているミッドウェー海戦で撃沈された。従順洋艦三熊の生存者2名を救助した。この紹介では、魚雷は一度も発射しなかった。6月14日、トラウトは26日間の行動を終えて、真珠湾に帰投。艦長が、ローソン・P・ラメージ少佐に変わった。8月27日、トラウトは5回目の紹介で、マーシャル諸島、カロリン諸島及び、トラック方面に向かった。9月7日に、トラックの南方海域に到着。9月10日、トラウトは装備されたばかりのレーダーを使って3隻の哨戒艦艇を探知。トラウトは潜航したものの、1時間半もの間、45発に及ぶ爆雷攻撃を受けた。翌日、トラウトは大型輸送船を発見したが、護衛艦に阻止されて攻撃できなかった。9月21日、トラウトは、トラック南東50海里の地点で、特設捕獲網低圧境丸に対して、魚雷を3本発射。うち2本が中央部と後部に命中し、後衛丸を撃沈した。1週間後の9月28日、トラウトは、北緯07度46分東経151度46分、北緯 7.767 度東経 151.767 度、7.767151.767 の地点で、駆逐艦あけぼのと潮に護衛されて、トラックに向かう空母おたかを発見。他にも、巡洋艦らしい艦艇が2隻いると考えられた。トラウトは、距離1400メートルから魚雷を5本発射し、うち1本が、おたかの右舷艦尾に命中。おたかからは、煙が噴出し、速力は14ノットから12ノットあたりに落ちた。あけぼのと潮が爆雷を10発投下したが、トラウトは61メートルの深度に逃れて、被害を受けなかった。10月3日、トラウトはトラック南水道付近に至る航路で、潜航哨戒中に、零式水艇1機が飛来してくるのを発見。トラウトはすぐさま潜望鏡を下ろして、新深度に逃げ込もうとした。しかし、零式水艇が投じた対潜爆弾2発がトラウトの至近で爆発し、艦を激しく揺さぶった。乗組員1名はベッドから振り落とされ、別の乗組員は腰を抜かして動けなくなった。その他の乗組員も気絶するなどをし、艦自体にも潜望鏡が2本とも破損するなど被害を受けていた。トラウトが46メートルの深度から24メートルの深度に戻したとき、別の対潜爆弾が爆発したが、これはトラウトには影響を与えなかった。10月13日、トラウトは47日間の行動を終えて、ブリスベンに帰投。この紹介に対して3度目の主訓部大将を授けられた。10月26日、トラウトは6回目の紹介で、ニュージョージア諸島方面に向かった。11月13日朝、トラウトは司令部からの日本艦隊が付近にいるという情報に基づいて紹介をしていたところ、南緯07度09分東経160度17分、南緯 7.150 度東経 160.283 度、マイナス 7.150160.283 のインディスペンサブル海峡近海でまず高速で、航行する駆逐艦を発見し、ついで第3次ソロモン海戦から一旦引き上げてくる、戦艦霧島を発見。霧島は単艦で航行しており、絶好の獲物だった。射点につこうとしたが、霧島がジグザグ航行をし始めたため魚雷発射の機会を逸してしまった。その後、霧島は駆逐艦を伴って反転して、再度南下してきた道を戻ってきた。霧島を再度発見したトラウトは、魚雷深度を 7.6 メートルに設定し、距離1700メートルで魚雷を5本発射。魚雷は、霧島に命中したものの、不発だった。11月23日、トラウトは28日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島。その後、トラウトは、フリーマントルに移動することとなり、12月2日に到着した。12月29日、トラウトは7回目の哨戒で、南シナ海に向かった。1943年1月11日、トラウトはミリで燃料を搭載中の海軍徴用タンカー極洋丸に対し魚雷を3本発射。2本は中央部に命中したが、残り1本は途中で爆発した。4分後に重い爆発がするのを感じたが、極洋丸は沈没しておらず中破しただけだった。1月19日には浮上航行中に不設特務艇、江ノ島の砲撃を受ける。1月21日、トラウトは、北緯11度49分東経109度21分、北緯 11.817 度東経 109.350 度、11.817109.350 のインドシナ半島カムラン湾港で距離640メートルから魚雷を2本発射し、特設砲艦兼敷設艦永福丸に1本命中させて撃破した。1月29日には北緯12度15分東経109度26分、北緯 12.250 度東経 109.433 度、12.250 109.433 の地点で、大鳥型水雷艇あるいは、タイ海軍の駆逐艦プラルアンと思われる艦艇、実際には、キールンに向かう特設運送船東洋丸を、護衛中の海防艦占い神を発見し、東洋丸に対して、魚雷を3本発射したが、命中しなかった。2月2日には浮上航行中に、海軍徴用タンカー5室30とすれ違い、攻撃しようとしたが機会を逸した。2月7日、トラウトは再びミリ沖に出現し、前年に撃破した日進丸を発見。魚雷を2本発射し、うち1本が日進丸の後部に命中して、煙が上がっているのを確認した。しかし、日進丸は極洋丸と同様に、中波にとどまった。1週間後の2月14日、トラウトは、南緯03度59分東経117度30分、南緯 3.983 度東経 117.500 度、マイナス 3.983 117.500 の地点で、スコールの中から出現した特設運送船、広玉丸に対し2本の魚雷を発射。1本は船首に命中し、もう1本は命中しなかった。広玉丸が8ノットで動いているのを見て、トラウトは、浮上砲船に持ち込むべく浮上した。その直後、広玉丸からの機銃掃射で、トラウトの乗組員7名が負傷し、トラウトは砲船を止めて、魚雷1本を発射して広玉丸に止めを刺した。2月23日、トラウトは58日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。3月22日、トラウトは8回目の哨戒で、南シナ海に向かった。この紹介では、サラワクに面するアピ海峡に機雷を敷設する任務も与えられていた。バラバク海峡を経由し敷設予定海域に向かう途中の4月4日、トラウトは北緯04度45分東経113度58分、北緯 4.750 度東経 113.967 度、4.750 113.967 の地点で発見した日本海軍の補助艦艇に対し、魚雷を3本発射し1本が中央部に命中したものの爆発せず、トラウトはさらに4本目の魚雷を発射したが、相手に見つけられ回避された。4月7日から8日にかけて、北緯02度00分東経109度10分、北緯 2.000 度東経 109.167 度、2.000 109.167 の地点を、中心に予定通りに23個の機雷を敷設すると、シンガポール方面に移動。4月19日、トラウトは、北緯04度49分東経103度32分、北緯 4.817 度東経 103.533 度、4.817103.533 の地点で、貨物船に対して、魚雷を4本発射したが命中せず、同じ日の午後に発見したタイ海軍の寒い級タンカーと判断された敵船に対しても、魚雷を3本発射したが、やはり命中しなかった。4月23日、トラウトは、北緯03度24分東経119度36分、北緯 3.400 度東経 119.600 度、3.400-119.600 の地点で2隻のトロール船を発見し、浮上砲戦で炎上させた。この時点で、残りの魚雷が1本となり、哨戒を打ち切って引き返すこととした。5月3日、トラウトは42日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。艦長が、アルバート・ホッブス・クラーク少佐に変わった。クラーク艦長は、トラウト派抜きの乗組員だった。5月27日、トラウトは9回目の哨戒で、フィリピン方面に向かった。この哨戒では、ミンダナオ島に物資と陸軍要員を輸送する任務も与えられていた。6月9日、トラウトは輸送船に対して、魚雷を3本発射したが命中しなかった。6月12日、トラウトは、ミンダナオ島サンボアンガデルスルシューパガディアン湾に入り、J.A. ハマー隊以下5名の陸軍要員と8000発に及ぶ弾薬を陸揚げした。作業終了後スール海方面に向かったトラウトは、6月15日に、北緯04度58分東経118度37分、北緯 4.967 度東経 118.617 度、4.967118.617 の地点で、特設運送船山岳丸に向けて、魚雷を3本発射。うち2本が全部と後部に命中し、船体は分断された。山岳丸は曳航されたものの、翌16日に沈没した。6月26日には3隻の沿岸機船を発見し、そのうちの2隻を砲撃で撃沈した。7月1日、トラウトは、北緯13度40分東経121度50分。北緯 13.667 度東経 121.833 度、13.667121.833 の地点で陸軍船いすゞ丸に対し魚雷を4本発射し、命中させて撃沈した。7月9日には再びパガディアン湾に入り、チャールズ、チック・パーソンズ中尉とウィリアム・E・ダイス大佐を引き取った。7月20日、トラウトは59日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。8月12日、トラウトは10回目の哨戒で、フィリピン方面に向かった。スリガオ海峡とサンベルナルジノ海峡の出口付近を哨戒。8月25日には漁船を発見。交戦した後、トラウトの乗組員が漁船に乗り移って海図など重要書類を押収。捕虜を得て引き上げた後漁船は沈められた。尋問によれば、漁船は、ティドール島からやってきたものだった。9月9日、トラウトは、北緯10度33分東経125度31分、北緯 10.550 度東経 125.517 度、10.550 125.517 の、スリガオ海峡沖で海大型潜水艦と思われる、艦船に向けて、魚雷を3本発射。35秒後に大爆発があり、トラウトは一旦深度30メートルに待機したが、2回目の爆発の後に潜望鏡深度に戻して観測。しかし、何も見つからなかった。撃沈したのは、緯182であろうと考えられ、戦果も公認されたが、緯182は、この数日前にエスピリットサント島方面で沈没しており、トラウトが攻撃した相手が何かは不明である。9月22日、最後に残っていた捕虜が餓死し、水槽に付された。翌9月23日朝、トラウトは、北緯20度45分東経142度05分、北緯 20.750 度東経 142.083 度、20.750 142.083 の地点で、第3916船団を発見。一隻は貨客船山城丸で、もう一隻は甲板に飛行機が積まれていた特設運送船領徳丸だった。トラウトは、それぞれの目標に対し魚雷を3本ずつ発射。山城丸、領徳丸それぞれに1本ずつ命中し、両船とも瞬時に沈没した。トラウトは、護衛艦からの5時間に及ぶ制圧の後、魚雷をもう3本発射した。浮上すると、救命ボートが12から15ぐらい浮いており、船は水面すれすれまで沈んでなおも燃えた後、水中爆発を起こして沈没していった。その夜、トラウトは進路を真珠湾に向けた。10月4日、トラウトは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰投。オーバーホールのためメアイランド海軍造船所に開港された。1944年1月に作業が終わり、1月下旬に真珠湾に戻って、第162潜水隊に編入された。トラウトを撃沈した駆逐艦朝霜2月8日、トラウトは11回目の哨戒で、東、シナ海に向かった。ミッドウェー島で燃料を補給し、16日に出港した。しかし、トラウトはこれを最後に消息を絶ち、祈祷期日の4月7日になってもミッドウェー島に姿を見せず、4月11日に喪失が推定された。トラウトの前乗組員のほか、潜水隊司令ハリー・ウッドワース中佐が行方不明となった。戦後、日本側の記録などを調べた結果、トラウトの最後は次のようなものだったと考えられた。2月29日、トラウトが行動する海域の近くで哨戒中のロックが南西諸島付近を航行中にで日本の重要船団を発見した。この船団は釜山からグアムへ第29師団の陸軍兵士を輸送するまず輸送船団のうちの一つであり、秋丸、東山丸及び崎戸丸の3隻の優秀貨客船を前身とする陸軍輸送船が中心となり、朝霜、岸波、沖波の3隻の駆逐艦で構成されていた。ロックは夜間の2時49分頃に浮上して船団に接近したが、この時ロックの右斜め前方約6キロの地点にいた朝霜に察知され、ロックは照準することなく後部発射管から魚雷4本を放射状に発射した。その後ロックは朝霜の右舷側に移り、朝霜のサーチライトと 12.7 センチ砲の発射円によって照らされながら潜航した。しかし、潜航しかけた時に砲弾が潜望鏡支柱に命中し、潜望鏡が昼間用、夜間用の両方とも破損した。またレーダーマストに浸水するなど、大小様々な被害を受けていた。この後、4時間に及ぶ、爆雷攻撃をしのいだロックは夜になって浮上し、船団発見の旨を報告した。この報告を受信して、船団を攻撃したのがトラウトであった。ロックが損傷してから半日後の夕方17時53分、トラウトは、北緯22度40分、東経131度50分、北緯 22.667 度、東経 131.833 度、22.667 131.833 の地点で輸送船3隻に向けて、魚雷を3本発射。朝霜がこれに気づいたものの、2本が、崎戸丸に命中して、崎戸丸は沈没していった。もう一本は、秋丸に命中して、航行不能に陥らせた。その後、撃破された、秋丸は、その後8ノットの速力が出せるまでに回復した。17時55分、朝霜は、時間の下限1200メートルに、潜望鏡を発見。17時57分、朝霜は60メートルに設定した12発の爆雷を、投下。93式水中探針機を使用しさらに深い深度に設定した7発の爆雷を投下した。その結果、18時16分に海中の誘爆音を聴取した。水中探針機を使用したものの誘爆音を聴取した後は反応は全くなかった。これがトラウトの最後だった。トラウトは太平洋戦線で戦没までに11度の哨戒を行い、2番目。3番目及び5番目の紹介が成功とみなされた。これらの選考によって11個の従軍生賞と3度の主訓部隊賞を受賞した。また、トラウトの撃沈に貢献した主訓の朝下は、沖縄水上特攻作戦に、戦艦大和、軽巡洋艦、矢作などと共に参加するも、機関故障を起こして艦隊より落伍していたところを、第58任務部隊所属の空母バンカーヒルの艦載機の爆撃により戦没した。ザナック及びラスコ P562 では、アンノーン丸2984として、撃沈扱いとなっている。ありがとうございます。